おはようございます。2013年6月6日木曜日、6時5分になりました。ということで、相変わらずカンカン照りの暑い日ですけれども、なんか明日あたりちょっとずつ天気崩れてくるのかなというか、ようやく梅雨らしく、でもまた土日は晴れるとかいうような話なんで、ちょっとから梅雨というかね、このままあんまりカラカラでいっちゃうと、またいろんなところにこう影響が出て、またね、水不足になって、水道の制限とかいろいろ出てくるのかもしれないですけど。さて、ですね、今日は産経ビズからちょっと取り上げたいなと思います。気になるニュースがありました。さて、ピックアップするのはこちら。ネット資金集め、ベンチャー育成、金融審で、麻生金融総が諮問ということなんですけども、これは何のことを言ってんやっていう話なんですけども、よく言われるクラウドファウンディングですね、インターネットを使って、ファウンディング、要は出資してもらおうということなんですね。投資家、個人投資家とかからこう広くですね、インターネットを通じて、要は出資をしてくださいというのをやって、それができるようにしようということなんです。で、まあ、ご存知のように、ベンチャー企業とかなんで、要は未上場ですね、上場してない会社っていうのが、株の売買っていうのは、その広くこう呼びかけるっていうこととかがなかなかできないんですね。現状のその金融商品の、法律がありますよね。その金融商品取引法っていうやつがあるんですけども、それに、要は勝手にこう未上場株とかをね、広くこう募って売買したりするっていうのができなくしてるんですよ。で、要はそれをしとかないと、まあ言ったらね、最初からこう会社を倒産させるつもりでお金集めただけ で何もせずに会社潰すというようなこととかができてしまうので、でだからまあそういうのが株とかを扱えるのは証券会社だけというような形にしていたわけですね。で、まあ、その辺をですね、多少こう緩めて、でクラウドファウンディングと言われる、まあ、アメリカなんかはこれをもうやり始めてるわけなんですけども、やろうとしてるわけですね。で、一方で、ちょっとこれ勘違いしそうなんですけども、クラウドファウンディングって言って、日本でも今、インターネットでちょっと検索すると、そうするといくつかのもうサービスがすでに動いてるんですけども、それは、出資は出資なんですけども、どちらかというとですね、株の売買っていうよりも、寄付金を募っているというスタイルなんですね。で、まあ、例えば、なんかゲームを作ろうとしてるんで、そこに対して、その賛同してくれる人は寄付金を出してくださいと。で、ただ出してくれたら、そこに例えばゲームのエンディングのところで、名前が出るようにすると、出資ご協力いただいた方々みたいなので、こう名前を出すとかね、なんかそんな形のものはいろいろあるんですよ。とか自主上映で映画を上映するのに資金をが足りないから、それで、一口1000円で、その募集してますとかっていうようなのとかね、そういうのっていろいろあると思うけど、それは確かに、出資という感じはあるんですけど、ただそれはどちらかといったら寄付に近い形ですね。その株主になれるとかっていうわけではないですから、その要はそこで運営していることに対して、出資した金額に応じてああだこうだこうイチャモンをつけるって変ですけど、プロジェクトの運営に関して口出しができるかってそうではない。だから寄付に非常に近い形ですね。で、それをですね、今度はその株主としてこうその企業に対してあれこれ言う立場というか、その株主としての立場としてのこの未上場株の売買
まあ、確かに非常にこう活気づいてくるし、で、良いそのアイデアを持っている人とか、またそれをうまくこう形にできる人ですね、ビジネスの形にできる人とたちがこう活躍して、でまたそういう面白いところに投資したいと思っている人たちからお金を調達できるというので、この動きっていうのは注目されるところになると思うんですね。で、まあ、ベンチャー企業って書いてますけれども、現実的には中小企業というふうに言い換えればいいと思うんで、でそこに対してこうお金を出す。ただまあ一概にいいことだけではなくて、さっき言ったように、まあ鼻からこう潰すつもりでねやるような変なやつらもいたりとか、でその逆に今度出資する側もその会社を自分の例えば大手企業なんかもうその自分の傘下に入れたくてガーンってお金出してですね、一気に、その要は経営に口出しできるぐらいのレベルになってしまうということもあり得るわけですね。だからそのあたりのことも考えていかないと非常に難しい。だからその辺をどういうふうな形に、規制として規制というか法律に盛り込んでいくのか、その金融商品取引法の改定の中でどう形を作るのかっていうところが、これからいろいろ諮問委員会、審議会ですねの中でいろいろとですねやっていると、まあ、これがアベノミクスの政策の中の一つになってくるんだと思うんですけれども、うん、まあ、これはこれでね、いろいろ活気づいてくると思うんですよ。その、なんていうんですかね、こういうことをやりたい、ああいうことをやりたいっていう、その、まあ、ある意味夢を語れる場というか、それができてくるんで、でまた現実的にそのお金が動くことにつながっていくということなので、面白くはなってくるんだと思います。でこれはどういうふうにこう運用されていくかわかんないですけども、まあ、ベンチャー企業と言いながら、そのベンチャー企業ってまあ中小企業なんで言い換えれば、その辺がこれからいろんな企業がこういうチャンスを使ってですね、資金調達して面白いものを世の中に展開していけるというようなことになってくるんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、もう6時14分になりました。今日はですね、今日は暑い日になりますけれども、もうねちょっといい加減雨がこうねちょっと降ってくれないと、あまりにもカサカサで乾いていきすぎちゃうんじゃないかなっていう気がしますけども、どうでしょうか。なのでちょっとね、また暑いんで熱中症とか気をつけましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。